中年オタッキーです。いつもね、仕事が終わってから撮影しているんですよ。まあ夜走り終わった後に撮影するんですけど、今日は朝撮影しています。ちょっと早く起きて、まあその理由っていうのは、最近ちょっと走り終わった後も疲れて撮影する元気がないんですね。まあいかに下道走行がしんどいかわかります。今ね、下道を走行することがほとんどになってまして、1日500キロ以上下道を走ることもあります。まあ以前はね、超長距離だったんで全部高速だったんですけど、まあ、仕事が変わってしまったんでね、まあしょうがないんですけどね。まあそんなどうでもいいことは、さておき、今日はねこのカメラで撮ってきました。はい、これね、ペンタックスのスポットマチック F になりますね。レンズはね SMC タクマ 55mm1.8、 かなりたくさんね販売されて、今でもジャンクとか、まあ中古でゴロゴロ転がっているレンズになります。で、よいしょ、前回の動画、先週の動画で、まあ、登場しましたミノルタ SRT スーパー、ロックオール PF 50mmF1.7 というレンズをつけて撮影したんですが、これと画像を比較するというねやつも後半に出てきます。まあどんな感じで撮れたのか、でどんな違いが出たのかということをね中心にやっていこうと思います。それでは動画スタート。まずはね、このペンタックスの、スポットマチック F ですね。SPF になります。まあ、このカメラに関してはね、もう当チャンネルをご覧の方は説明は必要ないと思います。M42 マウントで、開放速攻、TTL 開放速攻を実現したカメラになりますね。もちろん対応するレンズでなければできないんですけども、この SMC タクマは一応対応しております。まあ、オタキは露出機は使わないんですけど、ね、で、この軽やかな音。この辺に関しては、ペンタックス SP ね、この前身となった SP と同じ感じ、ほぼ同じと。で、この後の KM ぐらいまではね、同じような音がします。まあフルメカ式のね、一眼レフカメラ、内部構造も同じなんですけど、底板とかはね開けてみると SP と SPF ではだいぶ簡素化されているのがわかります。まあこの時代のカメラはね、新しいモデルになればなるほどコストダウンされていくと、いう傾向がございまして、新しい機能は盛り込んであるけど、まあ、コストは下がってるみたいな感じですかね。ちなみに KM になると K マウントになりますので、M42 マウントのカメラは多分このカメラは最後になるんじゃないかなと思います。まあ、ついてるレンズは SMC タクマ 55mmF1.8 ということで、このレンズ1972年に発売されたレンズになるようですけども、まあ、SMC っていう名前の通り、スーパーマルチコーテッド、スーパーマルチコーテッドタクマということでね、マルチコーティング、まあ、カラーフィルムに対応したレンズということになりますね。まあカラーフィルムに対応したって言ってもね、タクマ、まあフリータクマがカラーで撮れないというわけではなくて、こちらの方がより色に対応しているということになりますが、まあオタッキーのようなね人間が見ても色に差は感じられないようなレベルになっております。まあスーパータクマでも全然撮っていいと思いますが、今回は SMC タクマを使いました。で、使ったフィルムはね、コダックのトライ X、これはね、デラウマ様から提供されたフィルムになります。で、撮ってきました。感度は400そのままで、現像時間は24度5分15秒、現像しております。これはね、D76 マリックス製の D76 現像液で、24度5分15秒の現像になっております。とりあえずね、SMC タクマで撮影した作例をここから紹介したいと思います。それでは作例です。はい、作例になってまいります。これちょっと光がない場面ですけどね、解像感はねやはりそこまで伸びない印象ですが、そこそこにまとまってる感じですね。まあこのレンズ、ペンタックスのレンズのね売りはやっぱりボケなんですよね。 55mm ということもあって被写界深度はやや浅いのかなと思ったら、まあ F8 まで絞ったらそうでもないかなって感じですかね。描写的にはごくごく標準的な描写というのがわかると思います。まあ普通の写りって感じなんですかね。解像感はこのようにそこまでは伸びてないです。で、強い光を入れると
とフレアが広がっておりますが、これもっとね、真正直にね、光入れたかったんです。そういう環境に出会うことができませんでした。まあ、言うたら薄曇りって感じだったんですね。会長的にも問題はないと思います。明るい場面で撮ったところはこんな感じ。で、ここからは開放になりますけど、開放でもね、比較的ボケが柔らかいと思いますが、この写真、リング状のゴーストが発生してますね、うっすらとね。結構ね、面白いゴーストが発生するのが SMC たくまのようです。まあ、ボケは標準的。まあ、普通のボケですけど、これ55ミリなんで、55ミリにしては被写界深度深いのかなという気もしますね。通常50ミリで撮ってこんなもんじゃないかなと思うので、やや被写界深度は深め。で、この夜の写真ですけど、やはりリング状のゴーストが発生しているのがわかると思います。右下の方にちょっとバブルボケも発生しているのが、わかりました。まあ、そんなわけでね、結構素直なレンズだと思ってたんですけど、夜光を入れて撮ったらね、ちょっと癖玉だっていうのがね、分かってきました。5分6枚ということで、ガウス型、多分ダブルガウス型だと思うんですけども、高精度はちょっと見てなかったんですけどもね、確かダブルガウス型だったんじゃないかなと思いますが、それにしてはね、ちょっと癖が出る。これね、日中で強い光がバンバン当たってるとこでもね、似たようなボケが発生する可能性はありますね。バブルボケを狙っている人には美味しいレンズなのかもしれません。で、前回出てきました MC6COL PF50mmF1.7 と、この、ペンタックス SMC タクマ、55mmF1.8 この比較に入ってまいります。まあ 5mm という長さ、ね、これ違いがあるんですけどね、もともと 50mm でもスナップ撮るのにちょっと長いんで 55mm は撮りにくいという、ちょっとやや中望遠中望遠にね足を踏み入れてるレンズでありますが、まあ 5mm 差なんでね、まあ比較しても良いかなという感じで、今回比較しております。まあ前回の動画でね、解像感はそこまで伸びない、雰囲気重視というレンズの評価をしましたが、まあ SMC タクマもね系統は似た感じなんですね。で、今回はねこれカビレンズだったので、若干ダメージがあると。まあ緑の、ロックオールと言われるアクロマートコーティングはねもう後ろ玉が落ちてしまっていますし、ちょっとハンデはありますが、まあそこはちょっと置いといてということでここからはね2本のレンズね、2台のカメラの作例を比較していきます。1枚目の写真が SMC タクマ 55mmF1.8 で、2枚目の写真が、MC6COL PF50mmF1.7 の、作例になりますので、切り替わっていきます。どんどん4秒ごとに切り替わっていきますので、まあ主に解像感、ボケ感、あとはね、癖感ですね。癖玉なのかどうか。まあ、この辺をね、比較していただければと思います。それでは、作例になってまいります。はい、作例なんですけどもね、これちょっと取り込みを失敗しまして、ちょっと画像のサイズが変わってしまいます。申し訳ありません。解像感に関しては、ほぼ差がないと。まあ、どっこいどっこいなのかなって感じですね。もっと拡大してみたらわかんないですけど、で、被写界深度はね、ご覧のように 5mm の差があるとはいえ、明らかに MC6COL PF の方が被写界深度が深いのがわかると思います。奥までピントが合ってますよね。で、まあ、写り的には本当にね、よく似た写り。若干、ミノルタの方が解像度が高いか。まあ、この辺はね、見る人によっても感想は変わってくると思いますが、被写界深度が深い分だけ解像感が上がってるように見えることは間違いないと思います。ピントが合ってるところが増えるわけなのでね。スナップに使うにはやはり 50mm の方が使いやすいことは使いやすいと思います。で、開放でのボケですけども、やはりね、ボケ感がちょっと弱いのが、ミノルタの MC6COL PF50mmF1.7 ですかね。どちらもこれ開放で撮っておりますが、やはり癖感は、ペンタックスの方がちょっと癖が出ておりますね。で、こちらの写真を比較したらわかるんですが、やっぱり被写界深度は明らかに、ペンタックスの方が浅いです。こちらはそこまで差が、やっぱちょっと差が出てますかね。まあ、この癖が出たリング状のね、ゴースト、こちらはミノルタの方には出ておりません。綺麗なフレアになっていると思います。まあフレアをね綺麗に出したい方は MC6COL、
ちょっと癖を出したい方はペンタックスという感じでしょうか。で、背景のボケを活かしたい人はペンタックスで、ボケをやや抑え気味、自然な感じで撮りたい方は、ロックオールになるんじゃないかなと思いました。で、今回はね、このペンタックスと、ミノルタの比較をしてきました。で、次回はというとここにニコンが加わってきます。最近ね、ニッコールオート、5cmF2 っていうやつをねよく出しておりますが、今回も登場いたします。で、この2本のレンズと何が違うかっていうのをね、次回紹介していきたいと思います。この手のね動画よくね、あのミラーレス一眼にレンズを移植してやる人がすごく多いと思います。で、おたきはあえてフィルムでいってます。ミラーレス一眼でねこの手の動画をやるとね、作例がすごく少なくなります。なぜかというとフィルムを取り切る必要がないからです。で、フィルムで撮るとどうしても36枚撮らなければならなくなるので、いろんな条件で撮ることが多いんですね。いろんな場所でねレンズの比較をしてる、動画とかブログを見ますけど、作例が少ないなと、条件が絞られてくるんでね、この場面でこういう写りっていうのが分かりにくくなると思うんですよね。で、オタッキーの場合はフィルム1本丸々撮るので、ちょっと深い作例比較になっていくと思いますので、まあ次の動画も見たい方で、まだチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録してお待ちください。まあ多分1週間後ぐらいになると思います。そんなわけでね、今日はこのカメラ、2台、まあ作例を紹介していきました。まあペンタックス SPF で久しぶりに登場するカメラになりますけども、まあ非常に楽しいカメラですね。巻き上げる感触はね、ミノルタには叶いません。ただ音はどっちがいいですかね、これ。ちょっと金属音がするのがミノルタ。ああ、やっぱりペンタックスだな。音はペンタックスですね。はい、そんなわけでね、今日の動画はこんな感じ。ここからいつもの視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはビター&スイートさんですね。いつも動画配信ありがとうございます。地元では桜が遅いと思っていたのもつかの間、4月下旬で夏日を迎えております。このところ忙しく撮影に出かけておりませんので、昨年撮影のものを送らせていただきます。撮影場所は信州安曇野にあります国営アルプス安曇野公園、タイトルは優しい春でお願いします。使用レンズは皆さんご存知 XR リケノン 50mmF2、 カメラは EOS KISS X5。 当日もう一台フィルムでも撮影しましたが、こちらはろくな写真が撮れておりませんでしたということですね。で、作品なんですけど、1枚目からこれ狙いは非常にいいですが、もう一絞り絞ってもよかったかな。後ろがね、後ろのボケ具合をもうちょっと調整したかったところ、かなり狙いは良かったと思います。美しいです。2枚目はね、ちょっとアップになっておりますが、このレンズ、ちょっとボケ感が独特なのが分かると思います。このような写真をしっかり撮ったことがなかったんですが、ちょっとざわついたボケになっておりますね。解像感は出るけど、ボケがちょっとうるさいレンズだったのかな。ビタードさん、スイートさん、投稿ありがとうございます。次はサムライジャパンさんの投稿になります。お疲れ様です。やっと桜が来て、少ない休日をやりくりして何とか取りに行く時間ができました。フィルムも高くなり大変ですが、地域の現像機のあるショップに去年までなかったフィルムが置いておくようになりました。少しはフィルム需要が増えたのかな。マリックスカラー100、カラープラス200、新しい富士のカラー400を置いてありましたね。今回は2枚投稿します。1枚目のタイトルは大沼の朝、カメラはミラーレスペンタックス K01、 DA1855 F3.5 から5.6 を使用。2枚目のタイトルは一本桜で、いつも通る場所のお気に入りの桜の木です。カメラペンタックス SP、 レンズはスーパータクマ 35mmF3.5、 コダックゴールド100で撮りました。それではということですね。で、作品なんですけど、1枚目非常に美しいですね。このね、控えめに出ている朝焼けと、この左のね枯れ木、これが非常にいい味を出して、ちょっと殺風景の中に色があるというね狙いで、上下、2分割 50% 構図ということで黄金構図になっています。2枚目もね、これ真ん中構図、日の丸構図なんですけど、これは狙い通りですね。この後ろの小屋が一本桜を引き立てております。後ろの風景もいかにも北海道という感じでね、ちょっと映画のワンシーンに出てくるような写真になっております。狙い通りだと思いますね。サムライジャパンさん、投稿ありがとうございます。次はアルパカチャさんの投稿です。
こんばんは、アルパカチャです。今回は組写真3枚投稿いたします。タイトルは久々の天気かっこ春でお願いします。機材カメラニコン F100 レンズ AFS24120F4GEDVR、フィルムは富士プロビア 100F、スキャナーはエプソン GTX970、今年も桜の良い時期を天気で撮り逃しましたが少しは撮影できました。急に暑くなり天候も変わりやすい時期ですのでお体ご自愛くださいということで3枚組写真なんですけどもね、これ非常に美しい、レンゲソウになるのかな、これラベンダーではないよね、レンゲソウになるのかな、ちょっとはっきりわかりませんがね、観光客家族連れがねちらほらとね参見されるのがまたいい感じです。2枚目はね、奥の休憩所で休んでるカップルを、バックに撮っておりますね。狙いはいいと思います。3枚目はね、一本桜を、中心、日の丸構図で撮っておりますが、左下でお花見している人たちをもっとクローズアップしても面白かったのかもしれませんね。3枚目の写真、オタッキーだったらこんな感じにクローズアップするかもしれません。こんな感じですね。はい、まあ、ちょっとね、トリミング中のオタッキーでありますが、トリミングを悪っていう方が非常に多いんですけど、オタッキーは全然そんなことは思っておりません。トリミングしてもいい作品はいい作品です。はい、アルバカシャさん投稿ありがとうございます。次はドリームロコモーティブ様の作品ですね。お疲れ様です。いつも楽しく拝見しております。今回は組写真3枚を送りさせていただきます。写真は今年の3月に SL 群馬伊香保に高崎から渋川まで乗車した時のものになります。この日は始発の高崎駅に到着すると季節外れの雪がちらほら降り始め、出発時は本降りとなり、終点の渋川に到着した時はヘッドマークも雪で真っ白に。 SL と雪のコラボという鉄道の神様からのご褒美を堪能しました。タイトル、雪の舞う日の回想。カメラ、ニコン F90X、レンズ AF ニッコール2885、F3.5 から 4.5、フィルム、コダック WX、スキャン環境、オリンパス、OMD、EM1 プラス、M 随行デジタル、ED60mm F2.8、マクロでデュープ後、PC に取り込み、シルキーピックスデベロッパースタジオ、プロ10にてネガポジ反転処理と調整。5月12日から6月1日までカメラの山屋さんにて、ニコン F シリーズ、ニッコールレンズ、コダック WX 組み合わせで撮影した作品の写真展を開催します。中年オタッキーチャンネルの視聴の方は受付で伝えていただくと限定のオタッキーホルダー、魔除けをプレゼントいたします。数に限りがございますので欲しい方はお急ぎください。5月18日はギャラリートークも予定しています。よろしくお願いします。ということで皆さんね、カメラの山屋さんにね、急げって感じ、急げて、もうそろそろ5月12日から始まるということですよね。カメラの山屋さんの住所とかはね、説明欄の方、この動画の説明欄の方に、リンクをつけておきますので、興味がある方はぜひ。というわけで作品なんですけどもね、これはね、ちょっともうずるいっていうぐらいの写真、SL プラス雪ということで、まあ、WX の味も非常に効いておりまして、これは美しい作品になっておりますね。これ簡単に言うけどね、シャッタースピードとかももう絶妙のシャッターで切れております。結構開け気味に撮ったんじゃないでしょうか。3枚目はね、連結部分なんですけど、雪をかぶって、まあ、雪が溶けて水滴になっている様がよくわかると思う。力強い写真ですね。いやー、運っていうのはね、写真には運があるんですけど、まあ、運をズバリ掴み取った作品になっております。ドリームロコモチさん、投稿ありがとうございます。次はちょっとアトビンさんの投稿ですね。おたきさん、お疲れ様です。久しぶりの投稿になりますが、写真を2枚投稿させていただきます。1枚目のタイトルは、ウルム芝桜です。カメラはキャノン F1、レンズは FD50mmF1.4SSC にセンターフォーカスというフィルターを装着して撮影しました。フィルムはベルビア100です。2枚目のタイトルはギャラリーです。カメラはオリンパス OM2 スポットプログラム、レンズは随行シフト 35mmF2.8、 フィルムはマリックスのカラーリバーサル 100D です。スキャナーは2枚ともキャノンスキャン 8800F、 1600DPI でデータ化しております。最近投稿しておりませんでしたが、また新しい写真ができましたら投稿させていただきますのでよろしくお願いしますということでありがとうございます。で、作品なんですけど1枚目、このフィルターはね、どちらかというとね、車とかバイクで動きを出すときに使うフィルターなんですけど、これ花に使ってもこのように面白い効果があるのがわかると思います。
周辺のボケを利用したい時も狙える、フィルターになりますね。で、2枚目はね、この能面が無機質な感じで映っておりますが、オタッキーだったらもうちょっとトリミングして右の木は外して完全に無機質な写真にしちゃうかな。まあこんな感じでしょうか。なんかのね、パンフレットの写真みたいにはなってしまいますが、オタッキーはこっちの方がいいような気もしますね。相変わらず、テクニックがある写真の、ちょっとアトピーさん投稿ありがとうございます。そんなわけで今日はここまでなんですけど、今日のタイトル画面はもうちょっとずるいですけど、ドリームロコモディさんの1枚目ですね。これはずるい、ずるい。もうね、ドンピシャに運が重なっております。撮り鉄、撮り鉄ってね、よく言われます。同じような写真を撮って何が面白いんだとかいうね、コメントも散見されますが、これは違うよな。明らかに違うよな。素晴らしい。そんなわけでね、ドリームのコーチのタイトル画面ゲットおめでとうございます。作品投稿のコーナーはここまで。ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、これ結構前の投稿になるんですけど、長いことお待たせして すみません、親父猫さんの投稿です。中年オタキーさん、視聴者の皆さん、こんにちは、親父猫です。カメラ自慢のコーナーに投稿します。みんな大好きニコン F です。撮影機材はミノルタ X700 プラスオートロックオール 55mmF1.8、 フィルムはウルトラマックス400です。 F8 まで絞ってます。私より2つ年上の1967年生、ギリ富士山マーク付きです。外観も綺麗ですが、状態良くお気に入りの1台です。よろしくお願いしますという作品なんですけどね、ちょっとね、構図が緩いんですよね。非常に狙いはいいです。花一輪に、草とニコン F なんですけど、非常に狙いはいいんですが、構図がちょっと緩いんですね。で、オタッキーだとこんな感じにしますかね。こんな感じにします。ということなんですが、タイトル画面長いこと変わってないので、このトリミングした作品をタイトル画面に使わせていただこうと思います。勝手ですみません。親父猫さん投稿ありがとうございます。またタイトル画面ゲットおめでとうございます。はい、今日の動画はね、こんな感じになっていきます。その他のコーナーは投稿が来てないのでお休みになっていく、まいります。最近ね、週に1回ずつ、まあ通常動画1本、ライブ1本という流れになっております。仕事がね、とにかく疲れやすい仕事になっているので、写真撮影もね、結構ままならないんですよね。時間もないですしね。で、嫁が寝込んでるとかね、そういうとこもありまして。ただね、来年7月からね、仕事が変わるという話を聞きました。まあ、まだ1年以上先で鬼も笑うんですけど、そうするとね、全線高速の仕事に変わるということで、昔の体制が戻ってくるかもしれません。そんなわけでね、チャンネル登録まだの方はね、ぜひぜひチャンネル登録をということで、ドドーンってね、テロップが出てまいりますが、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。高評価ももちろんね、ポチッということでね、高評価どしどしお願いします。コメント返信は全然追いついておりません。まあ、こういう状況で全然追いついておりませんが、頑張ってね、コメント返信全部つけていこうと思っていますので、何か感じたこととかありましたら、どんどんね、コメントいただければと思います。またね、これは間違ってるよとか、そういうね、意見もございましたらね、参考にさせていただきますので、どんどん指摘してください。はい、そんなわけでね、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。いい季節になっております。まあ、梅雨前にね、ちょっと、天気のいい日ありましたら、写真をバンバン撮っていきましょう。それではまた次の動画。ごきげんよう。さようなら。